淡路島恵比寿鯛は2021年にブランド化した鯛で、島内のたくさんのお店で楽しむことができます。大切な食材として受け継がれてきた鯛。南淡路市の丸山漁港では大正、昭和、平成、令和の4代にわたって天皇陛下の即位時に献上してきました。一昨年の11月に、全国豊かな海づくり大会というのがあって、天皇陛下から真鯛の稚魚を手渡しで受け取ったと、地元に持ち帰ってこの鯛を話してくださいねということで放流させていただいたと。やがてまた大きくなって子孫が立派に育って、また献上できるような鯛に育ってほしいということを願って放流をしました。献上鯛から受け継がれる大切な食材です。かっこいいお店だね。すごい、なんか黒だね。シックだよこれは。おしゃれ。続いて2人がやってきたのは南淡路市福良にあるお店です。じゃあ入るよ。ちょっとドキドキする ね。素敵なお店で。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。素敵な店ですね。ありがとうございます。黒を基調としたシックな店内が特徴的な福音と2022年にオープンしました。魚が一番映える、美しく見えるのは黒かなと、はい、魚の私は、はい、そうです、はい、美しく華やかな料理の数々。もちろん味にもこだわっていて、淡路島の新鮮なお魚をあえて1日以上寝かせて熟成させてですね、はい、ご提供しております。熟成、ね、魚はね、特に淡路島は生きのいい魚が上がりますので、うん、その生きの良さをそのまま寝かせることで旨味、美味しさに変えるというのがうちの熟成ですね、うん、旨味と香りを独自の方法で極限まで引き出した熟成魚。魚本来の味わいを楽しむことができます。こちらですか。はい、こちらですね。お重、初めての感覚で、はい、素敵。なんかあれやね、開ける楽しみもあって、ね、せーの、おわすごい。なにこれ、綺麗。綺麗、めっちゃ綺麗ですね。ヤムさんの愛がこもってるペースも詰まってる。すごい、これはすごい。これかわいい、今鳥肌立った。こういうのよ、女性喜ぶの、ねね、ちょっと勉強になりました、本当勉強なった、はい、一番上が炙りですね。炙り、上が炙り、はい、で真ん中がプレーンの状態、生の切り身ですね、はいはい、一番下が漬けになっております。これ何からいただくのがいいですかね。プレーンの醤油も何もついていない状態ですので。あー、はい、そうか、何もほんまにつけないでこのまま食べていくんですね、はい、ぜひ。まずはプレーンからいただきます。これ本当になんの、え、すんごい美味しい。これ歯ごたえすごく感じますね。あ、そうなんです。うちの熟成の特徴ですね、うん、こちらの真鯛が本日で熟成4日目ですね。あ、そんなに寝て、熟成させると柔らかくなりがちなんですけど、うん、この歯ごたえが残るっていうのが取れたてを加工したもの。歯ごたえあるけどプリプリで不思議、はい、さらに皮を炙ったものを、すごい美味しい炙った方が香ばしい、なんか皮目が少しあって、ね、うん、やっぱ皮の感じがね、美味しい、うん、美味しい。これどれぐらいつけてるんですか。薄口醤油をお酒で割ったものに軽く20分ほどですね、はい、漬けにしております。それぐらいで一番好き。お、ありがとうございます、はい、ごまも、うんうん、香りがきますね。めっちゃ合う。めっちゃいいね、このお中、うん、小さい子からお魚に。そうですね、はい、父が元漁師で魚には、はい、関わりがずっとありましたね。調理は独学で、はい、やりました、はい、いやー素敵。
皆さんも食べに行ってみては？ということで、淡路島恵比寿鯛をスター食材に登録。美味しそうだったでしょ。いやもう羨ましすぎる。もうタイって楽しみ方が幅広いって改めて思いました。はい、そうですね、最初に伺ったのが越三郎さんですね。地元の魚、新鮮な地元の魚を、たくさん楽しめるんですね。そしてあの池越しっていうのはちょっと自分はね初めて知ったんですけど、はい、プリプリしてね、すだちと、淡路島の藻塩で食べました。またね、その組み合わせも最高ですね。はい、でロケーションもねすごく、はい、もうだからですかね、もう最高の言葉が出てましたね。剛速球、剛速球ね、はい、ね、まさか出るとは。開けた穴には伝わってたんですかね。ちょっとわからなかった。伝わる人には伝わっているかなと思いますが、はい、本当に美味しかったということ で、 そうですね、はい。そして、こちら、福男さんですね、はい、続いて伺ってたのが、お店がねすごくおしゃれでね、すごくこだわりが感じました。はい、でなんといってもね、お重なんですけど、はい、いやー、はい、お重またね、これですよ。はい、もう一条さんがね、はい、すごくテンションが上がってましたね。開けた時のね、はい、たまりませんよね。はい、そしてね、3種類の鯛が楽しめるということで、熟成されてるんで、はい、すごくね甘みを旨味を感じましたね。はい、でこれ普段はね、はい、お重はテイクアウトと発送で提供されるらしいですね。はい、予約とかはやっぱり必要ですよね。そうですね、予約なんですけど、インスタグラムで予約していただけるといいっていうことをおっしゃってましたね。これもう見た目ってやっぱり料理大事ですよね。揚げた穴ももう食い入れ、もう食べたいですよね。しかも刺身だけじゃなくって炙りと漬けと3種類をもう一つのお重で食べられるっていうのがもう羨ましいなと思います。夢のお重ですよ。今ね、淡路島のタイの水揚げが増えつつあるそうなので、はいはい、これからね、もっとたくさんの方に楽しんでいただける機会が増えていきますね。それではですね、井川さんには次回のスター食材のお話もしていただきましょう。はいはい、次回はね、加古川市の牡蠣を堪能してきました。気になる方の牡蠣ですね、はい、楽しみですね。はい、また次回も皆さんも楽しみになさってください。ここまで兵庫スター食材図鑑をお届けしました。